ヤッホー、山城です。もう毎日暑くてダメ。これご覧ください。上町が誇る薬雷山のふもとで、これは未来農業フェスタっていうトラクターとか機械のイベントやってまして、総勢20何台30台いかないぐらいのトラクター、大小さまざまなトラクターがずらーっと並んでます。もうね、これだけで家建つよ去年まではいなかったメーカーの人とかもね、いたりするからね、すごいいいイベントなんだけどね。まあこのコロナ禍っていうこともあったり、そんな大々的にできないから、いろんなところであんまり告知はしてないんですが、この薬雷のふもとで8月の最初ぐらいなのかなに集まって展示会すると思うので、まあコロナが落ち着いたら、というか来年以降はぜひ、もう全国はいいのかな、どうなるか分かんないから何とも言えないけど、ぜひ来てみてください。で、とりあえず山城は今からいろんなメーカーの人と話をしに行こうかなと思います。よし、やってこう。見てこれ、汗よ汗、まあ30分も経ってないけど。はい、今日ニューホランドで持ってきたのこちらの T6 2台です。で、こっちが T6-280 デルタモデルの価格を抑えたバージョンなんですけど、こっちはのエンジンが6気筒の180馬力になります。180、はい、マックス180、うん、で、隣の T6-165、こちらが4気筒エンジンなんですけど、オートコマンドっていって CVT ミッション積んでます。ほう。なので無段変速、車の CVT と一緒ですね。自分でこのミッションの切り替えすることなく、速度に合わせて自動で切り替わるので、で変速ショックもないですし、傾斜地なんかではすごく、まあ、楽かな、操作は楽かな。じゃあお願いします。自分助手席でもいいですよ。むしろ運転してもらった方がいいので。はい。このトラクター T6-165 なんですけど、オートコマンドで、まあ、無段変速のタイプになってます、うん、で無段変速なので、まあ、そのギア そのちょうどいいスピードだったりっていうのが、うん、まあ、超ベストマッチしたところでエンジンの回転数とっていうのが合わせれるので、まあ、お客さんの作業で、まあ、ストレスなく作業できるっていうのと、うん、あといちいちそのギア変速っていうのがないんで、なんてその作業なんて、今までみたいなその制御がしやすい話ですよね。そう、速度制御が、うん、細かいところまで。で、ここに3レンジ F1 から F3 ってあるんですけど、うん、これの切り替えをすることで、もうあらかじめ設定しておいた速度までしか出ないような、上限設定なんですね。そうですになってます。で、例えばこの 3.5 キロで土も残したりした後に、うん、また別の補助に行くとかってなったら、この35キロまで出る、まあ、走行用まで一気に上げてっていうのもできるので、で、まあそういうところでも時間短縮だったりっていうのにもつながって、お客さんがまあ楽に作業できるようになってます、うん、あと右手のハンドル周りをボタンたくさんあるじゃないですか。はい。なんか今まで乗ってきた中でも一番ハンドルっていうかボタン多いなと思って。ああ、慣れればすごいいいんでしょうけど。そうですね。このオレンジ関係が、まあ、走行関係で、黒は油圧っていう風に、うん、まあ、そこも一応色分けで、うん、目で見てもすぐ分かるようになってるので。そこでもう油圧できるんですね。できますね。ルアリンクの上げ下げとシリンダーの伸び縮みっていうのもできたり、うん、あとはこれで、枕地旋回とかもできたりします、うん、あとは、このトラクターの、まあ、今で一番のトップインテリステアっていう油圧の自動操舵がついてて、うん、補助の作成を一回することで、その補助内のちょうど自動で走れるようなラインを作成して、うん、まあ、もうハンドルも持つことなく
全部 GPS の制御で作業することができるので、うん、まあ実作業したことないお客さんとか、うん、下手なまだ作業慣れてないっていうお客さんがいた時を、まあ実質座ってもらうだけで、うん、その今まで使ってたベテランの人たちと同じような質の作業ができるようになるので、うーん、でも AI が学習してくれてるみたいな話ですもんね。これもボタンたくさんあるんですもんね。あ、このので拡張キーパッド、何エリアなんですかここは。何を拡張するんですか。あ、ここでこの真ん中の画面の切り替えがあって、今は時間数だったり、あとはどれぐらい走ったか、うん、あとはエンジンオイルのその温度だったり、うん、あとは作業あたりどれぐらいの時間かかりました、あとはどれぐらいの面積こなしましたっていうのが、うん、あとはビデオ回転数だったり。個人的な意見なんですけど、この全部タッチパネルにしないのはめちゃくちゃポイント高いですね。そうですね。ボタンであることがいかに楽かっていうことですよね。直感的な、まあ、うん、なんていうんですかね、余計なボタンを押さなくていいんで、うん、タッチパネルなんだかんだめんどくさいので。そうですね。じゃあそこら辺もお願いしていいですか。はい、この辺がエンジンの前とエンジンスピードマネジメントって言って、うん、と2つ設定できるんですけど、なんですかね、その作業に合わせたエンジン回転数を設定しておけば、これを押すだけでその設定した回転数まで持ってってくれるんですよね。っていうのができるので、いちいちその補助行ってからエンジンの回転数合わせてとかっていうのもやることなく、うん、押すだけでその回転数まで自動で回転数上がって、うん、あとは作業をすればっていうのもできるんで、そうですね、これがさっき言ってた枕地旋回の設定なんですけど、うん、例えばプラウとか作業するときに、リバーシブルプラウとか作業するときに、うん、これをまあ設定しておいてもらえれば、枕地まで行ってからこのボタンを押すだけでもうプラウ上げ て, 上げてリバースしてまた下ろしてっていうところまで一連の作業を全部コンピューターが学習してくれるので、うーん、またこれも、まあ、なんていうか、いちいちその油圧上げたりっていう手間も省けるので、本当に座ってボタンを一つ押すような感じだけで全部作業がこなせちゃう。なんか今聞いてると、その完全な機械任せじゃなくて、最後の一手間はその自分でやることでタイミングだったりを、そうですね、自分好みに合わせられるみたいな感じと思いますけど、うん、そうです。あ、いいですか、行ってみますか。スタート。押せばスタートです。そうですね。この自動運転は電気じゃなく油圧になっているので、うん、ハンドルがまず動くことがないんです。電気だとどうしてもその0と1の信号だけのやり取りなんで、うん、ハンドルがもう0か100かというんですかね、その力の出し方が、うん、なのでどうしても最後の見栄えが蛇行運転みたいになったりすることがあるんですけど、これ油圧なのでその微調整が効くので、まあ、とても仕上がりも綺麗にできます。あと実際にそのトラクターの本領って機械を動かしてる時じゃないですか。そうですね。こういうスプレッターだけだとあんまりあれな感じはしますよね。はい、まあしょうがないので全然、まあ、あとはそのそれこそプラウとか、まあ、土物をやったりするときに、うん、どうしても普通のギア変速無断じゃないギアありのタイプだと、うん、まあ、運転上手い方であればそんなないんですけど、クラッチ1回踏んで止まってとかっていうのはどうしても少しバックしたりっていうのがあるんですけど、無断のタイプだともうその場で止まってすぐ発進っていうのができるので、まあ二重になったりとか起こした後とかもすごい綺麗になってます。ちょっとそろそろカート入るところです。
はい。ぶっちゃけ自分もその古いタイプのトラクターユーザーなので、はい、そのアクセル踏まなくていいっていうのは全然あれなんですよね、感覚ないんですよね慣れちゃえばでもやっぱりだんだん来るのに変わってくるんで一部が楽ですよね。もうそれこそなんていうんですか、まあ膝だんだんそのクラッチ踏んでればとか、機械式だとクラッチ重かったりとかっていうのもあって、あと足届かないとか、人変わった時ありますからね。そうです。でももうこの操作がないので、右手だけでっていうのもやっぱり簡単に操作できる、乗り慣れてない人とかこれから農業始めるって人なんかにも特におすすめですね。あれ前回もちょっとこれ乗っていただいてますよね。多分前回これ前回かな。GPS ありましたっけ？どうだろう、なんか YouTube 前見たんですよ高橋さん説明したやつそうなんですよ、あの時にあ全然高橋さんと分からなかったんですけど、はい、ちょっと前に IHI、はい、その動画丹野さんとか撮る時にその雄三さんっていうか高橋さんいて、はい、あの時はありがとうございましたって言われたんですけど分かんなくてよく聞いたらその前回これを教えてくれたのは高橋さんだったらしくてへえと思って本当にこうやって乗る機会がないので、そうですよね。だから こんだけしか人来ないのもったいないですよね、こんだけみんな持ってきててでかいのとかでも自分が広めてもう来年は1000人2000人来るようにしますね。ああもうぜひぜひ登録者もでもだんだん増えてます。今1万ちょいぐらいですね。もうかなりてかなんかさっきから話聞いてるとカメラとか詳しいから、ああいやまあちょこっと言ってたんですよ本当に他のトラクターもそうですけども静かで普通に喋れるじゃないですか。 それもピラーの数がやっぱり増えたりすると、どうしてもそこから響いてきたりっていうのがあるんですけど、あ、もう一周行きます。あ、大丈夫です、もっとバックしてもらって。まあそのピラーの数少ないっていうのとガラスの湾曲もだいぶなんかその西洋音声ってですかね、遮音性がなんか関係あるみたいで、それで相当静かになっているので、すいません口下手でしたけど、いえいえもうありがとうございましたありがとうございましたはい、今この T6 の説明をしてもらいました。宇宙船だよ本当に。ただその他のところもそうなんだけど、本当にいろいろなメーカーそれぞれ特色があって、これからの時代もう好みの時代になるっていうのは間違いないね。それぞれのメーカーとか自分のやっぱ使って使いやすいっていうのが多分一番大事だと思うから、ストレスなく乗れるとか実際に乗ってみて自分に合ったのを変えるのが一番いいのかなと思いますね。